お疲れさん、ナムです。今日もゲーム実況ラブRやっていきたいと思います。チュンチュン言うとるわ。ロミ、おはよう。おはよう。後輩からのタメ口好きかも。体育プールで水泳ですよ。体育館で体育です。違う子行ってみようかな。プールで妹はちょっと好かんのよな俺。体育館で体育です。部室行こう。そろそろ減ったと思ったら全然減ってない。意外と全然。まあ先週したばっかりしな。とにかく先輩と全然しゃべれん。ストーリーイベントが発生してますよ。行きましょう。ストーリーイベント。あ、中さん。どうした？いっぱい飲んだが。珍しい、そんな息切らして。なんだ？ずいぶん疲れてるじゃないか。体育は全力出さないんじゃなかったのか？男子の授業が隣でバレーボールの試合で。待ってる間こっちの応援してたです。いいとこ見せないと。学園アイドルじゃないじゃん。むちゃしやがって。保健室で寝る。もう限界。そんなに応援した？送ってってやるよ。ありがとう。ああいや、ちょっと待って。どうした？なんだよ。消えた。あ、どこ？あ、終わった。ゴミ落ちてた。そんなヘロヘロでゴミ拾いとか優等生か？計算ですよ、計算。どこで誰が見てるかわかんないし。すごいな。その根性。感心するよ。あー、もうダメ。寝ちゃう。早く。保健室。聞き取りにくい。寝た。すっげえルフィみたいやな。急に寝るうち。立ったまま寝るな。首に星の入れ墨ない。ほら行くぞ、肩につかまれ。チャンネルやん。ルカワぐらい寝るやん。おい。スースー言うて。保健室。ベッドに寝てるとこ。シンジ君みたいなことするやない。たく、電話かけせやがって。アニメ例えが出ますね、今日は。寝るね。ふか。立ってられなくなるまで頑張るとは。恐ろしいやつ、面白い女。学園で誰もが認めるナンバーワンアイドルになって、地元で話題になって、それからメジャーデビューを果たして、ともかくすっごいアイドルになるんです。目標が、夢があるってのは強いな。俺も。写真にってシャッターチャンスだろ。めちゃくちゃやぞ。シンジ君みたいなことしたよね、これ。ピンクひそ。クズを脱がしてやって。ベッド靴のはちょっと。アメリカじゃないんだから。やべ、腹減った。飯食いに行かねえと。長さも食ってないよな。サンドイッチでも買って枕元に置いといてやるか。優しいじゃない。校庭で先輩体育館で体育ね。先輩最近体育ばっかりしてない。こういうのつあ、あそこにいるのは高村さん。ウィス、今いいです。ちょっとお話ししませんか。いいよ。何話す？何ば話そうかね。行くね。やっぱジェル増やしたから。一発目はどうだろう、プライベートなこと聞いちゃおう。高村さんのリラックス法って何かありますか？アロマオイルを炊いたりするよ。シャレ。好きな香りはベルガモットね。ピントコン。紅茶のアールグレイの香り付けに使われてるアロマ。上品な香りでとってもリラックスできるのよね。ジャスミンしか知らん。ベルガモットね。今度飲んでみようっと。からかい上手の高村さん。新体操って床に転がったり寝そべったりするけどレオタードが破れたりしないんですか？ああ、それ怖いのよね。お尻とか薄くなりそうなとこを着る前にチェックしてる。確かにそんな漫画みたいなことなかなか起こらないけどね。からかうちよりセクハラやんね、こいつがしようの。学園生活ちょっと気になるな。ご発注って初めて見ちゃった。すごいのね。本当にあんなに注文しちゃうんだ。この前のコンビニバイトね、高村さんがいっぱい買ってくれて助けられました。困った時はみんなで助け合わなくっちゃね。優しいな、本当に彼女は。食べ物の話しよっか。栄養ドリンクの差し入れ助かりました。嬉しかったです。乗り切れた。この前バイトの時ね、おかげさまで。お仕事頑張るのってすごいと思うけど、あんまり無理しないようにね。しみるね。高村さん写真撮らせてもらおう。写真撮らせてもらえないかなって。撮って撮って。どんなポーズしよっか。お、飛び箱に座るっちゃおもろいやん。やってみるね。上。もう恥ずかしいんだからね。たまらんね。恥ずかしがり。お、本当に座ってる。3段低いな。光的にあっちかな。こっちから光が来てるんでこっち方向なんですよ多分。日の光が。あ、こっちの方が顔に光が当たってる面がこっち側だから綺麗に撮れるかも。照れてもらおう。恥ずかしい。いいね。息が荒くなるわ。混ぜる。うわ、キス顔やん。ピンクひで取らな。おい、高村さんよ。ピンク膝取られてんだよ、あんた。どうだい、嫌な気持ちだろ。うわ、めっちゃ驚いてる。しゃあ、じゃあ。色っぺえな。またまた。ほんとだよ。綺麗かな。君は綺麗だ。ポーズ変えてもらおう。こう？おい、いいね。もう一回ポーズ変えてもらおう。うん、わかった。あ、セクシーにって言葉を投げかけたい。恥ずかしいから無理。え、いいよ。その姿が見たいんだから。こんなの恥ずかしすぎよ。じゃあね。俺って S？ ちょっとドキドキさせすぎたか。ほんと恥ずかしがる姿は本当にいいですね。うわっ、ほらやっぱこっち光が当たってすげえ綺麗に写真撮れてる気がする。皆さんも参考にしてみてくださいね、写真撮るときは。よし、デートしよう。マジカルポイント全部使ってやろっかな。2個までしか使えない。エンカウントリトルアップ。マジカルエンカウント。あ、高村さん。今帰るところ。そうです、偶然ね。私もよ。よかったら一緒に帰りませんか。よかったら一緒に帰りませんか、うん、いいよ。なんで2回言ったんやろ。王将見据えてつい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 と言っております。ねえ、どこへ寄ってく？ああ、1234ってなんなんやろ。もう一回フラッペ飲みますか。あ、恋愛レベルか。やっとわかった、回数じゃなかった。ブックカフェで何か飲みませんか。いいね、行こっか。行きましょう。夕日が綺麗。今日もプレミアムフラッペ飲んじゃおっかな。飲んじゃ飲んじゃ。好きですね、あれ。あなたは嫌い？ いや、俺も好きですよ。じゃあ一緒に飲もっか。ですね。バイト頑張っててよかった。何フラッペにする？またマンゴーフラッペかな。私もマンゴーフラッペ2つください。プレミアムとレギュラーとございますが。あ、プレミアムで。かしこまりました。プレミアムマンゴーフラッペお2つですね。レシートをお持ちになって奥へお進みください。まだマンゴー飲んだ。俺はレギュラーでとは言えない。2万あるやけんいいよね。チャットチャンス。よっしゃ、稼いだ。はあ、おいしい。連打ゲーみたいになってきた。うまい。わ、かわいいやん、その肘のつき方。どうしたんです？急に笑って。楽しいなーって。え？こうして学校帰りにカフェで美味しいものを飲んで正しい放課後って感じよね。先輩、俺もすごく楽しいです。よかった。ああ、そういえばこの間2人でここへ来たこと、お母様にバレちゃった。あら、お母様のお友達が居合わせたみたいで、メール来たんだって。男の子と楽しそうにしてるわよって。あちゃー狭い町よね。わざわざビデオ通話がかかってきていっぱい冷やかされちゃったどんな子どんな子って。なんて言ったんだろう、先輩は。あんな楽しそうなお母様、珍しい。ガールズトークで盛り上がっちゃった。どんな話をしたんだ、気になる。今日こうしてることもバレちゃうかな。顔広いからな、お母様。俺はバレてもいいですよ。あ、お父さんの方は大丈夫ですか？今んとこバレてないから大丈夫。バレたらどうなるのかな、経験ないからわかんないな。あら、すっごく怒られたりしてにしては楽しそう。誘ったの俺だし、迷惑かけたら。もう何言ってんの。何があろうと迷惑なんて絶対にないよ。だってこんなに楽しいもの。それともあなたは迷惑なわけないじゃん。おいおいおい、そんなわけないですって。すっげえ楽しいですありがとう。じゃあこれからも誘ってね。はい、ナイスシャワーです。こうして高村さんとブックカフェでお茶した。鼻がピーピー言うお年頃ですよ。あ、ロミちゃんの恋愛レベルがアップした。いないな、誰も。誰もいないか。あ、あら、おった。お、この服いいじゃん。フリマに出てないかな。こっちもいいな。いい、エロ写真のいいポイントが。なんていうか、芸能人っぽいオーラがあるやつだな。はい、ということで今日はこのぐらいにしときましょうかね。先輩ですよ、先輩。先輩とロミちゃん。ロミちゃんもいいね。はい、ということで雑な締め方。よかったらコメント、高評価、その他もろもろよろしくお願いします。ではまた。まっちゃわ。バイなら。